人気小屋なのにわつらんだけの世界だからね。そう偽りと裏切りに誰もがボロ切れになっちまってる。ネガティブな現象、苦悩してる現象、複雑に人気模様、曖昧な感覚を捨てて生きる術を見つけに行こう。真実が飛び出る。ことで怒りを爆発させる。物の差し箱に燃えて面倒が出来上がる。大人たちがここにいる。石から銃まで切れ事なら目を離れて落ちようとく。最後に笑って手を打たれ、そしてゴールを見えてくるかい。真実の扉、俺も君も視野闇の中、たどり切れない悲しみを胸に抱いて生きてるんだ。探しの日々に何一つして立ち止める場所、真実の扉。ただの死にされた問題はいくつも山積みされながら、理屈に口を選ぶために人情のかけらさえも捨てていく。涙色の眼鏡を買ってあの手元で教えようと、やっと頭下げて今日は探し求めている。真実の扉、君を前に映してお望み通りにできたらいい。ちょっとだけリラックスしてみよう。イメージはたくさんのダイヤモンド、孤独感を麻痺させるドラッグなんて手出すな。拒絶してゆこう。神様がベッドで抱いてくれる。失望した俺たちを真実の扉、俺も君もしがみの中、たどり切れない悲しみを胸に抱いて生きているんだ。真実の扉、地球から墓場まで歩いて間違い探しの女、そして手を差し伸べる場所、真実の扉。